お二人の今日のウェアのコーディネート紹介、はい、みゆちゃんからいきますか。はい、スタートがテーラーメイドですね、うん、テーラーと上が何でしたっけ、ブラック&ホワイト、ブラック&ホワイトっていう今季のこれは買いました、うんうん、あとはニューバランス、ありがとうございます。これニューバランスで裏が蛍光になってて、ね、この靴と合ってる、そうなんです、合わせたんですね、靴と、はい、かわいい、合わせてます。なるほど、靴もそのバイザーの裏も映ってなかったっていうね。そうです、あ、この色と、そうです、合わせて、あ、逆光、残念じゃあみなちゃんお願いします。はい、私は、上がエマノアっていう新しいブランドの、もうなんかあんまりブランドを主張してないので、うん、確かに何も合わせやすいと思ってこれはよく使ってるんですけど、あとは今日はあの YouTube 撮影ということで目立つ色がいいかなと思って赤いウェアを持ってきました。これは G4 ですかね、うん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 、かわいい。スタートはこれはフットジョイの、シンプルなスカートなんで、これもまたあの何にでも着回しが効く感じです、うん、と靴下はタイトリストでこれもあの目立たない、わからない感じ で、ね、とシューズはナイキです、ステルスカラーです。なるほど、確かにまとまってる本当にです、はい、はい、ありがとうございます、はい、じゃああれどっちからでしたっけ、みゆちゃんからなんかすごい覚えてました僕も距離がありますね、結構、え、本当ですね、うん、打ち上げ本当ですね、まあ打ち上げを意識せず、はい、いつもすいません、とんでもないです今はもう直下しましたね、直下しました、直下しました、打ち上げはこう右に行きやすい、あ、そうなんですか、上がって開いて、なるほど、へぇ、一応私は対決競争で左で、なるほど、じゃあもうまさに本当にそのまんま行ったってことですね、そのまんま行っちゃった感じ、うわぁ、そんなやばいな、大丈夫、まだ170以上ありますね、乗らないけど、あのアンカーグリーン方向狙いでちょっとこの人たちは乗ってからにします。みーちゃん何スポーツやってたの？私は小中バスケやってて、バスケすごい、そうです、だっけ、バスケット女子なんて、ジョバスですね、そうです、そうです、下半身がこうしっかりしてるからゴルフいいとかなんか聞いたことあります、うーん、野球とバスケ、体重の移動が多分うまく全然使えてなくて、な全然連転とかも、ああ確かに回さないもん、はい、全然こうやってるじゃんそうだ、全然ないですね、3番ウッドでいきます、でも当たんなかったよ、当たってないです、うん、すごい、来た、大丈夫、すごい、よかった、抜けましたね、抜けました、いやすごい、いや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 、林間コース行きましたけど、林間コースを越えて、ナイスです、78ヤードでピッチングで、ちょっとちゃんと当たっちゃいました、結構離れてる、あー、結構離れてますね、大丈夫、持っちゃってます、やっぱ手前ですもんね、ナイスタッチ、すごい、すごい、すごいロング、うん、すごい、ありがとうございます、いやー、執念ですね執念ですね
ワンオーバーになったね。すごい。いやー、ナイスです。ありがとうございます。こちらこそ。すごい、やっと入った。お、ナイス。まっすぐ。はい。転がってる。転がってる。おお。最高やりました。ナイスショット。いや、私が頑張らなくて。いやー、よかったです。わあ、最高だね。やっとちょっとお力に。いや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 。素晴らしい。ありがとうございます。頭からこれ見てます。もう基本あるんですね。基本ありますね。4つありますね。はい、じゃあ残り122ヤード。7番アイアンでいきます。これはいいと思う。よさげなんじゃないか。もうちょい行け、もうちょい行け。あ、乗ったか乗ってないかな。うんうん。ありがとうございます。ナイスです。ありがとうございます。ごめんなさい、でも多分届いてないと思う。いやいやいや、このぐらいの距離をちゃんと的確に。うわ、さすが。本当にこっちだったら結構きつかったですけど。うん。ああ、なるほどね。はい。すごい寝てるんで。パターやりやすい。はい。もう全然ダメですね。全然ダメです。ちょっと優しすぎましたね。何やってるんだろう。おお、ありがとうございます。ありがとうございます。おお、よかったよかった。あ、歌った。パーか。パ、いわゆるパ。はい。3である。しのいだってことですね。はい。ワンオーバー。パー4でちょっと稼がない。パー5ですね。はい。ティーショットは？私です。あ、はい、めっちゃ喜んでる。いろんな。真ん中にドクッと。あ、ごめんなさい、また右行っちゃった。全然。なんかバンカーありました。え、なんかでも入り方がすごく。そうですね。なんかバン、私がよく見るあの光景となんかちょっともしかしたら。なんかちょっとこう入ってたから。いやいやいや、全然ありがとうございますっていただいて。結構待っちゃったんでね。待っちゃったんでね。はい。はい。参ります。はい。20ヤードで、ユーティリティ4番。転がれ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 、よし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 、いいよいいよいいよ。転がってきました。バンカーに入らない距離で150ヤード5番ウッドで打ちます。はい。珍しい。うん、めちゃくちゃ珍しい。ごめんなさい、ごめんなさい。ショック。いやいやいや、珍しい。むしろ良かったです、見れて。いや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 、とんでもない。私ばかりそう、あんな感じなので。そんなことないですよ。すごい。これちょっと4打目もきついね、距離的に。ウッドの出番なんですよ。ウッドの出番かな。乗られるかもよ。いやいやいや、じゃあもう9番で。はい、ありがとうございます。はい、これで、あのバンカーとバンカーの間を。あ、かしこまりました。はい、165ヤードで9番アイアンになります。100ヤード。100ヤードぐらい。はい。うまい。おー、いいですね。はい。作戦通り。ありがとうございます。ありがとうございます。助かった。4打目終了か。
ちょっと絶望に近い感じです。次5段目。そっか、もうやばい。残り75ヤードで50度で打ちます。手前から70ヤードです。で乗ってないから、ごめんなさい。あそこからお願いします。おお、あれ、あーすごいナイス。めちゃめちゃいいアプローチですよね。うん。ナイスアプローチ。スライスの下り。ごめんなさい。全然曲がんなかった。トンチッカ。全然。これも次の策略なんで。次打ってもらうための策略。トリになっちゃった。はい、ナイス。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。夢が遠ざかってしまいました。いやー、本当ですね。申し訳ありません。いや、すごいな。やらかしました、このホール。ちょっと足を引っ張っておりますよ。6ホール目終わって、まあ、集計が終わりまして、はい、ハンデ込みで4オーバー、はい、残り3ホールで、パー3、パー4、パー4だから、そうですね、オーバー、それバーディーどっかで、バーディー2つ取ればいいのか、はい、バーディー2つパー、笑ってます。でございます。なるほどですね。今のが完全にやらかしホールでございました。はい、はい、せっかく順調に来てたのね。いやー悔しいですね。私が T ショットバンカーを入れてしまったのが物語の始まりで。わかりました。でも次パーショットなんで、そうだね、狙いやすいです。そうだね、はい、じゃあ To be continued で。そうですね、はい、はい